はい、こんにちは、レトスノーブです。今回なんですけども、周りが勉強していない時期に勉強しなさいというところをお伝えいたします。まず、この図なんですけれども、下が時間ですね。時間軸で、縦軸が人数、勉強している人の数を表します。で、弊社は個別指導を行っていて、まあ、定期的に受講者さんに勉強できているかの確認をしているんですね。なので、まあ、どの時期に多くの方が勉強していて、どの時期に長だるみをするのかっていうところがわかりますし、また、個別指導の受講者の数、お申し込みいただく数からも、どれぐらいの人が勉強始めようかって思っているかもわかるわけですよね。そういった内容を図で表しました。で、おおよそですね、この試験日、ここからここまでが1年間と考えていただいて、これが試験日です。で、試験が終わった直後って考えてください。試験の直前っていうのは、もう多くの方が勉強しているんですね。で、その試験が終わるとどうなるかっていうと、終わると一時的に受講者さん増えるんですよ。また勉強を始める人も増えます。試験が終わって、もう完全にこれダメだったと。今回の試験ダメだったと思う方は、もう来年に向けて、もう1年間頑張ろうって勉強し始める方、意外と多いんです。なので、勉強する人も増えるんですよ。増えるけれども、こっからこう減っていくんですね。これは、中だるみがやっぱ出てくるんです。はじめ勉強したはいいけれども、まだ1年間あるから、まあ勉強しなくてもいいか、といった感じで、少しずつ勉強している人の人数が減ってくるんですね。で、また4月ぐらいになってくると増え始めるんですよ。試験6ヶ月前になってくると増え始めます。まあそういったことを表す図なんですね。で、試験6ヶ月前の4月から10月っていうのはもう皆さん多くの方がこれ勉強してるんですよ。なので、ここで勉強時間で差をつけるってなかなか難しいんですね。まあ多くの方がここからここの間は毎日2時間ぐらいは勉強してきます。まあもちろん勉強しない方もいるんですけども、まあコンスタントに2時間ぐらいは、1時間半から2時間ぐらいですかね、は作ってくるんですよ。なので、ここで差をつけるとなってくると、勉強の質、これを良くするってことが重要になってくるわけですね。で、今回はちょっと勉強の質っていうところは置いておいて、勉強量について着目してお伝えしていこうと思うんですけども、今この動画を撮っているのが1月の終わり頃なんですね。なので、まだこのあたりなんですよ。つまり、勉強してる人ってそれほど多くないんですね。何が言いたいかっていうと、この時期に勉強をしっかり行っておく、この時期からちゃんとやっておくってことがすごく重要になってきます。もちろん勉強の質は別です。勉強の質ももちろん高めるってことは重要なんですけども、まあ、とりあえず勉強量を増やすということで言うと、今からやはりやっておくってことが重要で、中だるみの方もいると思うんですけども、もし中だるみで勉強できていないというのであれば、もう一回気持ちを切り替えて計画を立て直して勉強を再開していただきたいんですね。勉強をやれば自分自身課題って見つかってくるんですよ。勉強をやらないと自分自身の課題って見つからないんですよね。勉強をやることによって、あ、自分自身この部分整理できていないな。例えば抵当権と寝抵当権の違い、ちょっと分かっていないな。連帯保証と連帯債務の違い、分かっていないな。みたいな感じで課題がやっぱ見つかってくるんですよ。で、時間があればそういった課題を解決するために調べるっていうことができるじゃないですか。それが今の時期なんです。で、一方でこう4月過ぎてしまうと、調べるっていう時間がもうほぼほぼなくなっちゃうんですね。勉強量もたくさんやらなきゃいけない、過去問たくさんやらなきゃいけない中で、自分自身で調べて理解を深めていくっていう時間がなくなっちゃうんですよ。なので、この今のこの時期ですね、この時期を大切にしていただければと思います。独学で勉強している方っていうのはモチベーションを維持するのが難しいと思うんですけれども、今一度この動画をきっかけに勉強を再開していただければ私としては嬉しいです。もし宅建の勉強をしていて、勉強の仕方がわからないな、勉強時間の作り方わからないなというのであれば、無料でアドバイスさせていただきますので、まあ、この動画の下の概要欄にお問い合わせページの URL 貼っておきますので、ぜひそちらからメールいただければと思います。まあ、今日は解説動画ではなかったんですが、最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。